プリンセス、今回は自分の普段はカフェにいるチョコレート専門店や古いものや新しい、そういえばおい、ここにいたユート、あのたい焼き、あざユートの分もあるから少し。皆さん、こんにちは。やあ、プリンセス。ああ、ま、どうしたんだ。そうだな、待て、それからは真剣に勉、それは今もか、あ、まあ当時のテーマは秘密だ。あーっと、すまない、言ってしまった。昔俺と怖がって動けない俺の手を、その姿が頼もしくて。ポワワワ、今回はゲスト。そうだな、プリン、なるほどほど。そうだ、いつも教科書を忘れるから僕のを貸している。しかも最近はも、そもそもなぜ僕のロッカーにユートの、すごいね沢村。今例えばこの前は一冊の教科書をめぐるあの戦い、え、それはじゃあ今のままだね。みんなこんにボンジュール、プリンセス。今回は理想のデート。ああ、よく、お、じゃあ任せてくれ。本当は舞踏会や宮殿に招待、準備をするのはガラス、ちょっとストップ、もうちょっと想像しやすく、あなたとならどこでも幻想的な音楽とアロマ、おお当然だ。ということで、いつかあな、こんにちは。さっきこの、今突爆の撮影や、そうか、うん、俺は、ああ、でも俺もカウト、いいな、無邪気に足、あ、警告、前にどこ行くで黒船、いや、あれはペットという、うん、もちろん雨宮、こんにちは。ん、はい、今回は人気の、なるほど、いえ今回、おう、なんでよりによって、はい、お二人のトーク、ああ、しかもお菓子で買収されているじゃん。あれじゃ足りん、四次元胃袋か、とにかくすごいです。ああ、僕だけじゃつ、やあ、え、まだいない、すまない、待たせたな。それでは早速、圭吾くんの歌声って優しくて綺麗で、これは天宮か、いや、続きがあるんだ、わかる、これは沢村だろ、それは俺にはわからん、手紙って、俺たちならどこまでも行け、それはさっきこの送り主、そうか、この手紙は圭吾が持って、やあプリンセス、うん、よろしく僕、あ、そうだな、優雅な響きを持つ、うんうん、クイズ、それでは、あ、正解だ、ちなみにプリンセスには、それじゃあムナムール、そうだね、私の愛おしい人、圭吾くんって物知りで先生、本当、あれは今日はとりあえずここまで、オルボワール、皆さんこんにちは。テーマは、待て片桐、まず前、え、あの、いや、迎えに来、迎えに来ちゃいましたか、あの、それ、そうだな、はい、よかったです、それでは行きますね。あ、圭吾くん、ごめんね、遅れちゃって。構わないよ、そんな顔なんてしなくていい、それよりも疲れてるだろ。君が好きだと言っていた紅茶が美味しい店を見つけたんだ、そこで休憩をしながら今日行く場所を一緒に決めないかい。うん、ありがとう。ああ、ようやく笑ってくれたね、あなたの笑顔が見られて嬉しいよプリンセス、今日は最高の時間を共に過ごそう、さあお手をどうぞ。え、はいこれくらい、なるほど、あ、
やあ、今日は事務所の DF な空いている番号の中1のゾロ目く、まあそれもあるけど1は縁起のいい番号で始まり、ああ、そうかそうかよ。僕とユウトの二人きり心から感謝しているよ。じゃあ、は、ん？何を？ダンス。ああ、始まりました。まずは魅力。おお、あとはわかんね。黒石さん、じゃあし、そうだな、シン。僕はね、ステチョコじゃなくて地図の言う通り飾、確かにな。あと、ありがとう。確かに純也くんも圭吾くんもね、ゆうとくん。どうなの、どわざわざ口にするような。 ありがとうゆうと、仕事仲間の支えや。それではまた。突撃バックステージのって言っても風間、僕に苦手、苦手というか風間くんは都会っ子ですもんね。全てに決まってる。そうっすか。ん、さっきからこの、すみません。それそうか、ひとま、しかし克服す、やっほー。じゃ、千鶴、蝶々さん逃がそう。ちょっと待ってくれ沢村。ねえ、実は風間くんが蝶と睨み、本当にもうちょっとなんだ。突撃バック。ボンジュール。もケゴ、今日は気に、そうだね。あのステージは黒船として、あの頃のケゴは、黒船はディアドリームにとってライブ。ありがとう。ああ、当然だ。俺も負けていられないな。プリンセス、突撃バックステージ、今回のナビゲーターは及川。